手志川原育英は日本の元ショートトラックスピードスケート選手。マネジメント契約先はスポーツビーズ、愛知女子高等学校、中京大学卒業。中学2年でショートトラック全日本選手権で総合優勝を果たし、高校1年から5連覇を達成。また、1996年の世界ショートトラックジュニア選手権においては日本人としては唯一。 総合優勝を果たしている。冬季オリンピックは、長野、ソルトレーク、トリノの3大会に出場し、長野では500メートル6位、1000メートル5位、3000メートル、リレー4位、ソルトレークでは1000メートル17位、3000メートルリレー4位、トリノでは1500メートル17位に終わり、メダル獲得はならなかった。トリノオリンピックを最後に現役を引退、引退後は、 スポーツキャスターとなった。2006年9月18日から12月1日、NHK ハイビジョンテレビ及び BS2 の街道テクテク旅中仙道完全東波で、京都三条大橋から東京日本橋まで530キロを歩き通した。これが評価され、2007年にはウォーキング神前大使に選ばれた。2011年10月2日、群馬県高崎市出身で、 東京都内在住の36歳の会社員と結婚式を挙げた。2012年に第一子、2015年に第二子を出産した。ありがとうございます。